Hello everyone, it's Akiko. How are you doing? 皆さんこんにちは。英会話トレッキングのアキコです。Guess where I am today? さあ、今日はどこにいるでしょうか？今日は和歌山県新宮市にある神倉神社というところに来ています。Today I am right now at 神倉 Shrine in 新宮 City of 和歌山 Prefecture, and it's a part of World Heritage Area of 熊野古道 Trail。熊野という地域なんですけれども、熊野古道の、ある場所でして、神倉神社っていう隠れた、あまり知られてないんですけれども、とてもとても素晴らしい、パワースポット的な神社があります。まあ話すと長くなるんですけど、まあ手短に言うと、もう本当皆さんここはね絶対来た方がいい、熊野古道に来たら、あんまりここ一般的には知られてないんですけど、来た方がいい場所です。ということで、今日は手短に言うとっていう英語のフレーズを練習してみたいと思います。それは何というかというとですね、 Long story short、 Long story short、 手短に言うとというふうに言うことができますので、じゃあ repeat after me。 Long story short。 Awesome! Very good! ということで、 Long story shortThis is a really awesome place, so you should visit here if you have chance to come to walk 熊野古道 Trail。 この神倉神社、皆さん手短に言うととても素晴らしいところですので、絶対来た方がいいですのでね、来てみてください。英会話トレッキングの情報とか、またこちらの概要欄からお知らせしてますので、ぜひ皆さんいらしてくださいね。 I hope to see many of you on the actual trail。 じゃあ皆さん、また次の動画でお会いしましょう。 See you! Have a lovely day! Bye bye!